佐藤さとみは日本の女性声優、歌手、宮城県仙台市出身、青にプロダクション所属、夫は同じく声優の寺島拓馬、ま、両親が共働きだったこともあり、小学校に3年生の時は学童保育に通っていた。指導員の娘が声優学校の講師であり、テレビアニメ、怪盗セインとテールの主人公、羽根、岡恵美を演じていた、 桜井里志が教え子だったことを聞いて、衝撃を受けて、面白そう。私もやってみたい。と思い、学芸会や合唱コンクールの司会を経験して、高校時代に放送部に所属し、ナレーターになりたいとも考えるようになった。その頃、NHK 杯全国高校放送コンテスト、宮城県大会朗読部門で優勝したことがある。進路相談の時、担任の教師に、 声優っていうのは、声のプロフェッショナルのことだと思うよ。だから、今からナレーター一本って決めつけずに、もっと視野を広くしてみたら。と教えてもらい、時は目学園高等学校卒業後、宮城から上京し、東京アナウンス学院に入学。東京アナウンス学院在学時の2005年、ともかず、ミキのラジオビッグバンの7代目アシスタントとなる。同時にユニット、キスティに参加した。 2007年、神茶マカかりんで、声優デビュー。2008年、地獄少女参加内準主人公の五景ゆずき役。2009年、京音、メインキャラクターのタイナカタダシ役で知名度を上げる。京音のウェブラジオ、ラジオンの企画で演じるキャラクターに合わせて、実際にバンド活動を行った。佐藤自身は、ドラム経験が一切ない初心者であり。 ゼロからのスタートであった。2010年3月6日に発表された第4回、声優アワードにて、テレビアニメ、低音の劇中にて結成したユニット放課後ティータイム、として、豊崎愛生、氷カ陽子、住コ、子、竹サイ彩タと共に歌唱賞を受賞。2011年3月5日に発表された第5回、声優アワードでも、新人女優賞を受賞している。 2013年12月8日、キングレコードのスター・チャイルドから2014年2月26日に発売のミライナイトで歌手活動することを発表。2015年6月より、自らのツイッターアカウントに脅迫的な内容の誹謗・抽象コメントを送られる被害に遭い、同年7月に実行犯のユーザーが逮捕された。2016年1月より、 宮城県の PR を担う宮城反対市に移植された。2017年7月6日、自身のブログにて、声優の寺島拓徳との結婚を発表した。少女、女性を中心に様々な役柄を演じているが、全体的に大人しいもの静か、温和な性格の役が多い。そんな役柄とは、対照的な明るい少女である、慶音。 の田いなかし役が決まった際には、本人をはじめ周囲の人たちも揃って驚いたという。愛称によく用いられる、シュガーは、名字の、砂糖と、砂糖をかけていることに由来しており、ブログのタイトル、お砂糖館。も、お砂糖館とかけたタイトルになっている。特技は、宮城弁。趣味は、カメラ、読書、カフェ巡り。高本めぐみと仲が良く。 二人で遊ぶことが多く、佐藤自身のブログに高本がよく登場する。また日笠陽子や武田津彩奈、矢作さゆり、伊藤かなえなどとも仲が良く、特に日笠、矢作の二名とはプライベートでも親睦を深めているほどであり、また事務所の同期である伊藤とは、お互いの CD を交換し合ったりしたことがある。他、青にプロダクション所属の女性声優と親交がある。 尊敬する声優は、桑島のりこと、中尾流星。好きな動物は馬、芝犬、アルパカ、猫。好きな色は水色、白、薄いピンク。好きなアーティストは、AKB48、生き物がかり、マンウィズアミッション。太字は、メインキャラクター、は、インターネット配信。柿以外にも番組、CMVP ナレーション多数あり。 CMDVD アプリコラム執筆ありがとうございます。